結局はみんな暗い気持ちになってましたよね、ここに来た当時は。で、誰もこう近所付き合いっていうかね、今まで近所付き合いしてきたのがもう全然わかんない人ばっかりで、で会った時に、じゃあみんな、じゃあ私やってるの教えるからやろうかっつって、気を改めてでやったんですよ。それがきっかけで、このね、アジサイ風のやつを一番最初に、これ結構難難しいんしいでですよけね。ど、折り方から最初に、一番最初にここでやった、きっかけっていうかね、ここでやったんですよ。そうですね、なんか展示するところもあればね、そうですね。やりたいなと思ったんですけど、機会があればですね。そうですね、だから皆さんね、こちらの方なんかも言ってくださるんですけど、いやー、ここに来て本当に良かったって、それ聞くのがもう私本当涙出るぐらい嬉しいっていうかね、もうやっぱり被災してて気持ちがね、すごくこうね、病んでる時にこういうものをやってここに来てよかったって言ってくれるのって最高ですよそうですね。よね。で、教えがいがあるっていうかね、そう言ってくだされば、やっぱり教えがいがあるっていうかね。やっぱり自分一人一人がやる気を起こしてるっていうことだと思うんですよね。やる気がないところでは何やってもダメだから。これをやろうって言って、じゃあそうしようって便乗する、そういうのって結構ね、やっぱり案ずるより産むが易しで、やってみないと分かんないから。